都市、王妃の温泉、または王妃の高専という意味である。広域自治体も同名のカルダスダ・ライーニャである。市のみで人口25,316人。温泉と陶器産地として知られている。カルダスダ・ライーニャはシュトリスボンの北およそ82キロにある。広域自治体は大西洋と接するが、市は海から10キロ内陸にある。 広域自治体は、北を、アルコバーサ、東を、リュウマイヨール、南を、ボンバラル、カダバル、オビドシュと接する。カラダスダ・ライーニャは16の教区からなる、カルダスダ・ライーニャは、ポルトガル王妃、レオノールでビゼウによって作られた。1484年のある日、オビドスからバターリャへ旅行中であったレオノールは、道のそばにある一周のする水に入浴する農民の一団と出会った。 この変わった行動について、尋ねようとレオノールは足を止め、農民らは水に病を癒す力があることを話して、聞かせた。王妃は自身で水に浸かってみることにした。彼女は、わずらっていた痛みからすぐに解放されたのがわかって、喜んだ。この地に、王妃は、自分が感じたような癒しを誰もが体験できる、よう、温泉病院を建てるよう命じた。 1485年のうちに建設が始められた。最初の患者は1488年に入ることが許されたが、1496年か1497年頃まで建設は続いた。王妃の温泉周辺の定住地が拡大し、やがては、温泉と同名のカルダスがライーニャと名乗るようになった。 1511年に公式にカルダス・ダ・ライーニャは町となった。市に格上げされたのは1927年である。20世紀初頭、カルダス・ダ・ライーニャは芸術と文化の盛んな土地となった。第二次世界大戦中、ナチス・ドイツから逃れたユダヤ人難民ら数百人がこの地にやってきたためである。広域自治体内では、 第一次産業に従事しているのは3.9%、第二次産業が20.9%、第三次産業が75.3%である。2001年調査では、人口の49%が食についており、6.5%が給食中である。カルダスダライニアは上薬をかけた陶磁器老サダスカルダスの産地として知られる。19世紀終わり頃、 陶磁器産業がこの地に導入され、死をポルトガルの陶磁器の中心地へ変えた。粘土質の土が豊富であることから、古代にはこの地域に土器の生産が始められていたとされる。近隣の村ボンバーラルの名は、翻訳すると、良質の最低場という意味となり、古代から正統の伝統があったことを伺わせる。典型的なカルダスの製陶業は20世紀初頭に、 大きな流行のせいで進化したが、主な種類は、今も変わらず同じである。主な種類陶器製のセポビーニョカルダスダライニア陶器は二つの種類に分けられる。日常使いの平皿、ボール、マグカップ、蓋付きスープ皿などである。純粋な装飾用陶器として、ギガ像がある。日常使いの陶器すら常に装飾用途にされる。人気のある方の一つに、 芸術家、ラファエル・ボルダロ・ピニエイロが創作したキャベツをかたどった、スープ皿がある。これは、実際に使用せず、シェルフに飾ったりするのが主である。最も人気のある装飾要像の一つは、ピニエイロが創作したキャラクター、セポビーニョである。これはポルトガルよび、ポルトガル人の象徴となっており、反抗的なポーズやおどけたポーズをとっている。当時は、商店や、 市場で購入可能である。ポルトガル国外へも輸出されている。カバカス・ダスカルダスは小さなボールの大きさの小麦粉と卵でできた貝型の菓子で砕いた砂糖で覆われている。一回りほど小さな菓子はベージュニオス・ダスカルダスと呼ばれる。2005年6月、視聴者の正面にある4月25日広場で26メートルのピラミッド大のカバカスが作られた。 ドン・カルルッシュ一世広場バスステーションが、市中央にある。ポルトガル鉄道の駅があり、南のリスボン、北のフィゲーラ・ダ・フォストコインブラトを結ぶ。レーリア、リスボン方面とつなぐ高速道路 A8、サンタレントをつなぐ高速道路 A15 が通る。闘牛のシーズンに会場として使用される、闘牛場、プラサデトーロスがある。ポルトガルバドミントン協会本部が置かれている。 ありがとうございます。